サイゲームス馬娘プリティダービー。どうも、のちん TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。持ちか伊勢海老か、それが問題だ。ランチも今の僕にふさわしい華やかなメニューでなければね。はい、ということでやっていきたいと思います。今回ですね、新キャラクター、そしてサポートカードガチャの内容が判明しましたのでやっていきたいと思います。でまずはキャラクターの方いきたいと思います。ちょっとこちらオペラ王、ちょっとはい、こちら無言で目をそらされたよ。直視できないほど眩しかったか。さっき綾部さんと会ったら、ということでやっていきましょう。はい、今回新キャラクター、まず育成ウマ娘としては星さん、アドマイヤベガが新たな育成ウマ娘として登場いたします。そしてですね、サポートカードは SSR ファインモーション、そして川上プリンセス来ております。こちらファインモーションの方も語りたいことは結構あるんですけども、まずちょっとキャラクターの方を見ていきたいと思います。ということで今回、新キャラクターとしてアドマイヤベガが来ております。でまず軽く、史実のアドマイヤベガおさらいしていきたいと思うんですが、障害成績は8004勝、獲得賞金は2億9000万円、そして主な勝ち蔵は東京優駿、京都新聞杯、ラジオ短波3歳ステークスとなっております。で一応このね、ラジオ短波杯っていうやつなんですけども、これは今のホープフルステークスでとなっていると思います。ちょっとまあ競馬ガチ勢の方、詳しいこととかね、もしね、訂正点あったら、教えてほしいんですけども、ぜひともねコメントで教えてください。こちらホープフルステークスとなっていて、このようなねものを買っておいたりします。まあその当時はね G3 だったとかね、いろいろね競馬っていうのは、レースのねその名前とか名称とか変わっていくっていうのもあったりします。で、アドマイヤベガ、綾部さんなんですけども、もう成田トップロードで、前から一応ね、表示されていたんですけども、表示というかね、情報が出てたんですけども、成田トップロードとね、めちゃくちゃのその、まあ、トップ争いというかね、1着、2着争いをしたりしております。なんで、シナリオにはがっつり成田トップロードが出てくるっていうところと、あとはね、TM オペラ王もね、出てきます。まあ、ダービーとか、いろいろあると思うんですけども、そこら辺で出てくると思います。で、あとは、まあ、ラスカル・スズカとかね、そういうね、名前の馬とかもいたりして、まあ、詳しくは競馬ガチ勢の方にぜひともコメント欄で教えてほしいところなんですけども、トップロードね、ここで出てくるために出てたんだなっていうところもあったりいたします。はい、で次にゲーム内のお知らせちょっと見ていきます。ちょっとこれ、あれなんですけども、予告このようになっております。こういう風に出ていまして、こちら育成馬娘新登場ということで期間限定ピックアップとなっております。この固有スキルというか、こちらのカード名スターリーノクチューンノクターン、このスターリーノクターンっていうのは星空の夜というね意味っぽいです。のアドマイヤベガとなっております。このね、これ何の星なんだ、あ、ベガか、ベガの星、星座のベガですね。この星がね、輝いているということになっております。なんでそこら辺からちょっとこういうスキルとかもあるんですけども、適性も後から見ていきます。でちょっともう一つあって、一つねこれサインがあったよっていうのがありまして、昨日の動画でファーストアニバーサリーキャンペーン、こちらのね動画アップロードいたしました。見てない方ぜひとも見てほしいんですけども、結構いろいろ来てる中にここにですね、カウントダウンログインボーナスというところにサインがありました。ここに実は綾部さんがいて、オペラ王もいるみたいなねところでございましたので、ここも一応動画に盛り込むか、生放送ではねこれ言ってたんですけども、綾部さんがおるっつって言っていて、こっからちょっとね、まあ一応実装のフラグっていうのがあったということでございます。はい、で次にですね、アドマイヤベガゲーム内実績来た場合どうなるかっていうのを見ていきたいと思います。でまずは青春杯でサポートカードで、こういう風に実装された場合なんですけども、このような適性になっております。で適性が芝 A、 中距離 A、 追い込み A となっております。で青春杯のこの、味方の場合は差しも A になっているんですが、基本的には中距離 A 間違いないところだと思います。で追い込み A、 芝 A という風になっていて、まあ、スキルこのようにサポートカードになっております。で、実際あとは NPC で来た場合このような適性になっていて、まあ、芝 A、中距離 A、まあ、中距離 A は絶対間違いないんでここは間違いないところなんですけども、マイル適性やこの差し適性っていうところは少し変わる可能性もあるかなというところでございます。
まあ、ただし一応今現時点で言えるこの適正の話で言うと、まあ、マイルも適正上げればいけますし、適正上げっていうのはこの E 以上であれば、まあ、A からスタートできるので、マイルも長距離もいけるウマ娘になってくると思います。でこうなってくると、まあ、長距離とかはね追い込みの独壇場にはなってくるというところなので、追い込みとしてのね長距離馬としても使えてくるかなと思います。であと固有スキル次第ですが中距離マイルとかもね、使えるかもしれません。で今回ですねちょっとまあまず性能からいきたいんですけど、まあまず性能ね、ちょっとアドマヒアベがもう来たし、ちょっとねアニバ前っていうのでめっちゃ痛いとこがあってね、そこにちょっと行きたいってなってるんですけども、一旦性能を見ていきます。でアドマイヤベが所持スキル頃になっております。追い込み直線とかねあったりして、まあ白スキルは強いです。まあこれが実際あるかどうかっていうところですが、金スキルがねあれなんですよね、強攻策という風になっていて、この金スキルは強いです、サポートカードの。なんでまあキャラとしても強攻策持ちとかね、まああとはタモンクロスだったら金の尻尾上がりとか持ってるんですけども、そのようなこの強攻策が覚醒スキルであったら、結構長距離とか追い込みとしての客室として強くなることが予想されます。はい、なんでねまあこれね性能以下に関わらず、まあ綾部さんアドマイヤベガは結構待ってた人がいると思うんで、まあそこでねちょっと引くかどうか、まあ性能も明日解説しますので、ぜひとも明日の動画も見てみてください。まあこういうスキルとかね、いろいろなところでね解説ポイントがいろいろあります。でなんですけど、まずアドマイヤベガだけで言ってもこれアニバ前なんですよね。まあ、追い込みの中で結構強くなるかもしれないっていう予想はあるんですけども、まあアニバーサリー前っていうところが全て響いてくるので、なかなかねジュエルどうするかっていうところにはなってくると思います。まあ綾部さん待ちの方も多かったと思うんでね、そこは悩みどころなんですが、まあ明日のね性能を見てからっていうところもあると思います。はい、で次行きたいんですけども、次がですねファインモーションとなっております。ファインモーションとなっておりますってなっちゃうよねはい、ということでサポートカードガチャファインモーション、まあ、復刻来ております。これ復刻と便宜上言っております。初期のピックアップガチャでも天井で選べたんですけども、そこからね、再ピックというかね、まあ、1回目のピックアップではあるんですが、まあ、初期ガチャ組からファインモーションが来ております。川上プリンセス復刻でございます。この 2種類の復刻ガチャとなっていて、いやーどうかな。ちなみにですがこれね、サポートカードはお姫様なキャラクターからピックアップされております。もうこれやっぱり前も解説したことなんですけど、何でもいいんだよね。なんかアニメで活躍したとかでもいいし、誕生日が何とかでもいいから、まあもうお姫様なキャラクターなんで、まあこれもうピックアップ理由は何でもつけれるっていう感じでございます。はい、ということで姫ピック来ていますが、皆さんどうしますか。これが結構問題っていうか、まあなかなか難しいところでございまして、改めて一応見ていくと、まあファインモーションの方ね見ましょう。川上プリンセスも競技場では悪くありません。まあ一応ね明日詳しく解説するかもしれませんが、一応金スキルの踊り子が安く取れて、競技場は金スキルいっぱい発動させてポイント稼ぎゲームなので、ポイント稼ぎゲームの中で踊り子はいいかなっていうところです。チャンミでは、まあ、あまり踊り子は別にいらないかもしれないです。はい、でファインモーションね、ファインモーションどうするか、まあちょっと今日はね事前なんで、ちょっと皆さんの意見聞かせてほしいです。コメント欄でぜひとも教えてください。ファインモーションはまずですね性能非常に強しくんでございます。強いです。で、まあ、友情やる気トレーニングなどがあって、ファインモーション弱いところどこって言ったら、まあ一応初期絆っていう感じです。まあ固有にはあるんでねゼロではないですけど、一応初期絆で、あとは得意率とかね、最近賢さも得意率高いものが出てきたんで、一応そこら辺とは言えるんですが、まあ練習の伸び値とかね性能を見ていくと、もうトレ15っていうだけでもう強いです。なんでまあ弱いところは別にないんですけど、あえて言うとしたらそのところら辺ですけど、まあ絆なんて別に全然低くもないですから、
まあ、いけるかなというところです。一応連続イベントで絆上がんないとこ1箇所あるから、そこでね絆って言われるぐらいで、まあ得意率ぐらいです。で、スキルもですね、右秋とね、まあ、これは本当秋に出してくれ、秋に出してくれっていうより、なんかもうみんなの希望がさ、秋のちゃんみの時にそろそろファイン来るかなって、去年の秋から言ってました。一応去年の秋から、あ、ファイン来るかな、ファイン来るかなって、秋で右回りじゃんっつって、完璧じゃんって言ってたんですけども、ついに来ました。でついに来たんですけど、そのタイミングがアニバーサリー前、アニバ前となっているんで、まあ一応皆さんの反応としてはアニバ前に絞り取りに来たなっていうね反応もあるかもしれません。アニバ前にこれはジュエルを絞り取る戦い、ジュエルを積み取る戦いが始まっているのかもしれません。まあそんな感じになっているんですけども、まあ、ファインモーション自体はとりあえず、まあ言うと、まあ腐りはしないと思います。新シナリオ来たとしても、次のサポカ、アニバのサポカが来ても、ファインモーションがその絶対もう使えなくなるってことはないと思うので、まあ引いてもいいんですけども、アニバ前なんでどうするかというところです。もしファインモーションがね死んじまうとしたら、もう全部のサポートの賢さがね、ファインモーションよりは性能、そのトレーニング的にはね落ちるんでね、そういうところになってきます。まあ最近だと西のフラワーとかはね結構強いんですけども、まあファインモーションは今ね現状1位の性能というふうにも言われてくるので、まあ西のフラワーはかなり強いんですけど、まあファインモーションがもしね明日のガチャで引いたとしても腐ることはないんで、まあ引いてもいいと思います。であともう一個あるのが、ファインモーションはね2つに分かれます。ガチャを引く、待っていたぜこの時をよっつって、ファインモーション今2凸だからちょっと凸狙ってくとかね、まあ3凸だからとかあったりします。なんで、まあ、引くっていう人も多いかなと思います。でちょっとそれコメントで聞かせてほしいんですけど、まあ、ただし、まあ、アニバがあるから鋼の石とかね、まあ、ファインモーションがまだ全然まあ進んでないから、まあ、アニバにかけようかなっていう人もいると思います。ちょっと二極化が進みそうなガチャにはなってくるんですよ。アニバ前にこれをやってきたからね、ちょっとアニバの後にもし復刻すればアニバを見てからできたんですけど、それが一応ないできないんでねいうところです。いろいろ他にも考察していきたいところあるんですけども、まあ別の動画っていうか明日ねまた動画上げたいと思います。なんでファインモーションの話はちょっと皆さんぜひともコメント欄にコメントしてみてください。とりあえず腐ることはないと私も思っています。はい、そんな感じになってきたんですけども、まあガチャ更新これすごいねファインモーションここだよね、アニバ前だよね、すごいっす。で、あと言いたいことなんだっけな、もう一個あったんだけど、アニバのシナリオじゃないや、アニバのシナリオでじゃあ賢さはどうなるんだろうっていうところはちょっと気になります。一応今ファインモーションピックアップしたら、まあ賢さが死ぬってことないと思うんですけど、ちょっとねシナリオ的になんか、そのここで賢さ出してどうする。まあでもアオハルハイの前にナイスネイチャー出ました、一応ですが。でナイスネイチャーも普通に強いという評価ですし、まあ賢さボーナスが2あってね、普通に賢さ結構伸びたりします。で金スキル乗り換え上手もあって、まあサシがメタに入ってくるチャンミでは普通にネイチャーかなり使っていくと思います。なんでナイスネイチャーアオハルハイの前に来ていたところから、まあファインモーション腐らないのもう一つとしてはそういうところがあります。なんですけどね、まあファインモーション皆さん迷うと思いますが、ぜひともコメント欄で聞かせてくださいということでございます。ということでノッチン TV 出した動画、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとねファインモーションここで来るかっていうところもあって、なかなかね喋りがねもうちょっとね揺らいじゃったところもあるかもしれませんが、実際ねファインかーってなってるっていう声、皆さんの声もねちょっとわかるっていうところがあるので、このような動画になりました。他にもですね動画上げております。一応ですね、まあここら辺からこう見てって、これがさっき上げた動画なんですけど、ツインターボのパーカー着て動画上げてるんで、よかったらこっちの実写のやつも見てみてください。あとは新シナリオ来た時にですね、シナリオ解説します。新シナリオを解説任せてください。よければそちらの動画も見てみてください。本当にアニバ楽しみですね。それでは、動画締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。のっちん TV でした。また次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。